皆さんこんにちは、高校野球 .com の栗崎です。今回私が訪問したのは大阪府仙北郡忠岡町で活動を行っている忠岡ボーイズ、 MLB ミネソタツインズの前田健太投手を輩出したボーイズリーグの名門チームで、今年のドラフト会議では OB の池田龍馬選手がオリックスバファローズに5位指名、チームとして4人目のプロ野球選手輩出となりました。また今年の8月に行われた第16回オリックスバファローズカップ2021では並み居る強豪を次々と破り見事優勝、近畿、岡山、四国から集まったチームの頂点に立ちました。今回はオリックスバファローズカップ優勝に大きく貢献した選手たちを紹介していきたいと思います。海沿いに面した忠岡グラウンドで練習を行っている忠岡ボーイズ、チームは現在3学年で42名が在籍しており、前田投手も池田選手もこのグラウンドから巣立っていきました。応接室には歴代在籍した選手たちの集合写真が飾られており、8期生として所属した前田健太投手の姿もあります。 OB の選手たちの活躍は現役選手たちの励みにもなっているといいます。今年は春季全国大会への出場を果たし、8月に行われた第16回オリックスバファローズカップ2021でも見事優勝、力のある3年生がチームを引っ張り大会でも結果を残すことができたといいます。その中でチームの中心となったのは3番ショートを守った小森拓人選手、177センチ73キロバランスのいい体格を持つ小森選手は高い守備力を武器に活躍を見せました。軽い身のこなしに握り替えの速さ、スローイングの正確性と質の高い守備が光り、また打撃でも広角へ強い打球を放つことができます。中学通算本塁打は9本ですが、最近では長打力も少しずつついてきているといい、高校では攻守での活躍が期待されます。そんな小森選手ですが、高い守備力を生み出す秘訣はグラブにあるといいます。お父様がグラブメーカーのアトムズに勤めていることから、小森選手もアトムズのグラブを愛用、注文の際にはグラブの形にこだわりを持ってオーダーしたといいます。こっちに丸いのが嫌なんで、少し広がる感じで作ってもらっています。信頼するグラブと日々の努力で高い守備力を作り上げた小森選手、高校野球での活躍もとても楽しみです。チームを引っ張ったのは小森選手だけではありません。バッテリーの力もバファローズカップ優勝への大きな原動力となりました。主戦としてチームを牽引したのは右腕の矢野雄斗投手、
173cm、73kg の体格から最速134kg の直球を投げ込みますが、最大の持ち味はゲームメイク能力の高さにあります。ボール先行でも変化球でカウントが取れる制球力があり、主戦として重要な試合を幾度となく任されてきました。また打撃でも5番打者を任されているといい、高校では投打での活躍を目指します。またキャッチャーを務めた小西太陽選手も首脳陣から厚い信頼を置かれていました。165cm、62kg と体は小柄ですが、ブロッキングやガッツあふれるキャラクターで投手陣を牽引。打撃でも1番打者に座り、高校野球でもキャラクターを存分に発揮したいと意気込みます。来年からは高校野球がいよいよスタートしますが、3人は大阪を離れ甲子園での活躍を目指すといいます。最後に小森選手に高校野球での意気込みを語っていただきました。1年生の春からレギュラーになり、甲子園に出て有名になるのです。将来的な目標はプロ野球選手です。ということで、今回は大阪の強豪忠岡ボーイズに訪問させていただきました。チームの皆様、今回はありがとうございました。